はいどうもー、鍋チャンネルたけちゃんです。はい、はい、今日も、はい、高野利用所の T シャツ着とるやつ、はい、うちのママちゃんも高野利用所の T シャツ着とるやつな。ちょいよ、今買い物行ったんだな、うん、ほんで、うん、俺とおめえなんか勝手にペアルクになってんなってで、今日来ちゃう、え来てんの分かんなくて、あ来たのな、もしかして俺も来てるな。ほんで、うち帰ってきたっけ、はい、お兄ちゃんまで、お父さん、鹿島の冬は寒かった。何お前まだ冬になってるのかな。俺は、え今日出てきてばっかりだ。何ちっちぎち鷹の収容所から。収容所だ、おめ収容所じゃねえよ。なんでお前所ジョージの T シャツ着てんじゃねえか。似てただこれな。所ジョージ、これ所ジョージじゃねえよ、これは。とりあえず、今からあのイベントのね、うん、といつのだ7日あ8日か890のイベントな、ロボットフィールドなんかロボットの世界大会の準備をしたいと思いますな。で今準備の段取りしてたらなんか17日、はい、10月の17日こちら17日も本当は店だったんだけど、野間追いの甲冑競馬っていつも揚げ競馬あるんですけど、そちらの方のなんか出店要請が来まして、な何競馬、甲冑競馬だっけ、うん、揚げ競馬って言うのか、揚げ競馬な、浅川なんだ、甲冑着ねえけど肌さして走ったり、野間追いで出る人たちが、うん、野間追いで出る馬を、うん、に乗って勝負服着て、みんなで勝負するんだな、レースするんだ、あの馬券やんの、バーバキッタのビンゴ券みたいね。ビンゴ券ってそうそう、何番何番買い物するの。あ、そう、今年それやんのかな、どうなんだろうな。でも毎年毎年なんか配布あんだな、うん、子供たちになんかいろんな景品配ったりな、うん、あそこはひばりが原だっけよ、ひばり原な、原町、南相馬市原町区のひばりが原っていうとこでやるんですけど、野間追い会場だ、野間追い会場だな、ね、んでかん最上野間追い最上、ほんであのなんだっけ、みんなもタダなんだな、別にチケットあるわけでもねえしな、誰でも見に来れるんで、もし機会のある方、機会とか時間のある方いたらぜひ見に来てください。10月17日だっけよ。あ、10月17日朝9時からやっております。で、私たちもとりあえず出店する予定なんで、お店は17日休みになります。お店は17日休みになります。じゃあとりあえずあの、今回は10月の8、9、10の準備を今からしたいと思います。よし、じゃあとりあえずまた後で、はい、はいよー、じゃあね、はい、出雲のね、はい、うちのハイエース君持ってきたんで、こちらの方にね、今回のロボットで、ね、ロボットの世界大会で使う道具を積んでいきたいと思います。で、実はさ、前回もらってきたさ、冷凍庫積みっぱなしだったからさ、今、中をピカピカに洗ってみました。よし、準備してる間ちょっと乾かしといて。いつもなって一気だったよな、やっぱ1800だからな、なかなか大きい冷凍庫でございます。よし、じゃああとは中にある荷物の方をね、ママちゃんとお兄ちゃんとで、ね、積み込みしたいと思いますね。よし、よし、じゃあちょっとバタバタやってしまいますんで、まだ会いましょう。はいはい、じゃあね、はい、いつものようにじゃんフライヤーを洗ってな、車に積み込みました。はい、あとはストッカー、鉄板、資材関係ね。はい、よし、今回はテントとかテーブルちょっと準備してもらえるっていうんで、荷物がだいぶ少ないんで助かります。よし、いや、これにしても暑いな、暑い暑い。よし、よし、はい、よし、呼んでね、今ね、うちのゆうたくんも帰ってきて、今ママちゃんのお手伝いしてくってんだよね。おいどうもゆうちゃん。パパ、旗、旗どこ、旗、旗干してあるからさ、旗はお洗濯して干してあるから、あれを持ってかないとダメだね、ね。じゃあちょっとパパと行って持ってこよっか、ね、よし、こうちゃんと役立っていくか、うん、めっちゃ分かんない、子供用の軍手買ってきたし、うん、よし、じゃあだいぶ積んだからもう一頑張りしましょう、うん、よし、はい、じゃあ頑張ってください。はい、はい、じゃあゆうちゃん、旗見つけた、うん、旗見つけましたか、はいはい、取れないのね、じゃあ今パパ取ってあげるからちょっと待っててくださいね。おい、なんで、はい、ちょっと待ってね。よし、じゃあ今からちょっと旗の方外したいと思います。待ってね。
はい、じゃあね、はずい、疲れちゃったよ。はい、今度はね、ママちゃんがね、はい、また洗い物してんだね。え、まあ、頑張って洗って。ゆうたくんはどっか行っちゃったのか分かんない。え、分かんない。なんかさっきまで台車で3往復か4往復してたけど、うん、もう疲れちゃった。え、次誰運ぶの。ああ、なんか一生懸命やってたけどな、なんか自分の使命終わったと思ってもうどっか行っちゃったな、うん、さっきチャリンコ乗ってたしな、うん、まあ、手伝いしてくれたってそれだけでもいいことだと思うよ。じゃあ、え、助かった、助かったな、うん、ちょっとは役に立ったな。いや、だいぶだいぶか。いや、俺ちょっとよ、疲れちゃったからよ、休憩してからよ。おめえもちょっと洗い物終わったら一回休憩に。よし、じゃあまたね。はい、はい、はい、どうも。じゃあね、あのイベントの方の準備、積み込み、食材以外のものはね、大体積み込み終わりました、ね、今度はあの以前いただいてきた冷凍庫ね、あちらの方を設置するのに、あの夏だ、資材関係をずらして、で、こいつを設置したいと思います。よし、みんながこの大きい鉄板とかなんか、おめえ最近おめえコロナの使ってねえかんな。大きいベッドの時はね、こういうの持って使うんだけど、なかなか最近使う棒とかないんで移動しておきますな。じゃあ今度はちょっとしっかり掃除してください。はい、お願いします。いやー、暑い。いや、お兄ちゃんと俺痩せちゃうんじゃねえか。え、え、痩せたか。痩せた50グラム。本当かよおめえ。とりあえずよし、じゃあ大きい冷凍庫の設置するとこちょっと上げたいと思います。よし、じゃあまた後に。はい、あよー。じゃあね、とりあえずね、はい、さっきスペース開けて冷凍庫の方をね、はい、お外から中に持ってて設置しました。でいずれも移動できるように台車に乗っけっぱなしでは、これだったらあの気に食わないとき場所移動できますんで。よし、疲れたな、重いですよ。よし、はい、でここの荷物を動かしたらちょっとね、いらないものとかいっぱい出てきたんで、今お兄ちゃんとママちゃんにゴミにしてもらってます。使うものと使わないものを分けてます。ここの中もだいぶスペースが空いたんで、それでちょっとやりやすくなったと思いますね。使っちゃな、うん、ほら、使っちゃどは、うん、ああ、なんだ、止まれてた。ああ、じゃあ掃き掃除の方してくれんですね、うん、いや疲れた、暑いし、うん、え、なんだって、大丈夫だ、まだゴミでっから今から。とりあえずじゃあ今日はね、あ、火曜日でお店休みだったんで、ね、みんなであのイベント出店の準備と、ね、よし、あと冷凍庫の倉庫の掃除して冷凍庫の方設置いたしました、はい、よし、あ、今日の休日も働いたな、疲れたな。まあ明日は通常通り店やっけど、あ、なんだ、さっきも言ったけど、なんだっけ、17日もイベント入っちゃったんだな、うん、17日の日曜日か、うん、10月17日もあの野間原で甲冑競馬、あのなんつうか甲冑競馬って草競馬な、秋競馬ってのか、うん、があるんで、10月17日もあのお店がお休みになってしまうってことでね、あの10月の頭に報告した動画では営業日になってましたけど休みです。お店はお休み、私らは仕事です。あの方向学科、はい、ない？合わない。え？合わない。なんか、なんと10月17日が休みになったっていうのと、まあ890のイベントは前言ったけど、890は、ロボットフィールドが、ロボットの中世界大会ってやつな、ワールドそれそれそれやって、ほんで17が草競馬、野間競馬つがな、ひばりが原でな、ああ、よし、じゃあその時にまだな、ちょっと前日がこのあたり準備してた時に動画に作ってみるか、うん、じゃあ本日はあとバタバタと片付けて終わってご飯食べましょう、はい、よし、じゃあそういうことで、よし、はい、長々とすいませんということでした。本日の動画はあのイベント出店の準備とあと冷凍庫設置でございました、うん、まだお兄ちゃんも頑張っております、私も今からもうちょっと頑張ります。
ね、よし、じゃあまた皆様会いましょう。ドドドン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。頑張っと、もう一人。バイバイ。